迷い猫オーバーラン。ミュージック CD は、テレビアニメ、迷い猫オーバーラン。の、サウンドトラック。2010年7月30日と、同年8月27日にジェネオンユニバーサルから、発売された。テレビアニメ本編の BGM に加え、ボリューム1には、TV サイズの主題歌と、第6話、エンディングテーマ、迷い猫同好会の歌のフルサイズが、ボリューム2には、 有者長人グランブレーバーの主題歌のフルサイズと BGM および第11話の挿入歌とエンディングテーマが収録されている。音楽は高木隆二が担当している。一部の楽曲が文化放送帳 A&G にて放送されているラジオ番組井口優香の無ンの BGM ジングルとして使用されている。CD ジャケットには セリザワ・アヤ梅の森千代、桐谷のぞみ、佐藤和美、鈴木優子がプリントされている。ハッピーニューニャー、1時34分洋菓子店、ストレイキャッツ、4時34分梅の森学園、4時24分、迷い猫同好会の仲間たち愛、5時7分千代、パクラム、3時10分、乙女姉さん、1時4分梅の森温泉、5時44分、 迷い猫堂公会の仲間たち通、5時41分。迷い猫堂公会の歌、3時28分迷い猫の記憶、3時32分、匠の優しさ、5時18分イチャラブカムホーム、1時32分、ジャケットラストでは、芹沢綾の梅の森千代、桐谷のぞみがそれぞれ、グランブレーバーのさやか、千鶴、忍の,の衣装を着ている。 5、グランブレーバー。3時38分、勇者超人グランブレーバー。8時12分、勇者超人グランブレーバー。6時18分、奏でて、星歌。3時30分、迷い猫同好会の仲間たち。3、7時4分、理不尽なイベント。9時47分、匠と、あやの。3時36分、ハートのスパッツに。2時12分、迷い猫同好会の仲間たち。4、 8時34分、稀の秘密、3時19分ブルマ、VS スパッツ VS ブルッツ、0時57分、サンキュ級ブルマありがとうの気持ち、2時3分。ありがとうございます。